敬愛する金正恩総書記が国際サッカー連盟2024年20歳以下女子ワールドカップ競技大会で優勝した河北監督にあって祝賀激励しました。偉大な我が国家の尊厳と気概を金メダルで世界に宣揚し勝利者となって母なる祖国の懐に抱かれた我々の立派な女子サッカー選手たちが一生の栄光となる歓喜と幸福の時刻を迎えました。朝鮮労働党総書記で朝鮮民主主義人民共和国国務委員長である敬愛する金正恩同志が9月30日党中央委員会の本部庁舎で国際サッカー連盟2024年20歳以下女子ワールドカップ競技大会で優勝した選手と監督に会いました。キム・イルグク体育省サッカー協会のシン・ウンチョル書記長が参加しました。誇らしい優勝カップを手にし金メダルを首にかけて党中央の庭に入る選手と監督は祖国の名誉を輝かすための熾烈な試合で常に必勝の信念を抱いて奮戦するよう無比の力と勇気を与えていながらも全ての成果を自分たちに譲り温かい祝福と大いなる恩恵を施され母親の限りない敬慕と感謝の念に包まれていました。金正恩総書記が姿を現すと全ての選手と監督は感激の涙を流しながら万歳の歓呼を上げ夢にも忘れていなかった父なる金正恩元帥の胸に我先にと抱かれました。父なる金正恩元帥は祖国の立派な娘たちを喜んで迎え今回の競技大会のグループリーグ戦から決勝段階に至る7回の試合で計25の痛快な得点をしオーストリア、ブラジル、米国、日本など対戦する全ての強豪に圧勝し朝鮮女子サッカーの神話を再び創造した彼女たちの試合の成果を祝いました。特に競技大会でゴールデンボール最優秀選手賞とゴールデンブーツ最多得点賞を授かったシェイ・イルソン選手とチームを連戦連勝へと導いたリー・ソンホ責任監督のゴールを高く称えました。金正恩総書記は祖国と人民の期待を胸深く抱いて我々の女子サッカー選手たちが走り続けて誇らしく獲得した勝利は全国に楽観と喜悦を増した鼓舞的な政治愛国的総挙になると評価しました。金正恩総書記はスポーツは国の進歩と民族の優秀性を培う上でとても大きな意味を持つとし我々のスポーツマンが国際競技で収める一つ一つの貴重な成果は特有のアピール力と感化力を持って我が人民を一層団結させ活気に満ちた戦いの道へと力強く促していると述べました。金正恩総書記は朝鮮の女子サッカーの明るい展望を見せた選手たちがアジアの覇権、世界の覇権を確固と握ってその地位をより強固にしていくことを願うと温かく祝福しました。金正恩総書記は全国の人民に大きな喜びと楽観を与える光栄と幸運に恵まれた女子サッカー選手たちを祝い彼女たちと共に意義深い記念写真を撮りました。選手と監督は父なる金正恩元帥が与えた大いなる愛と信頼に込み上げる感激を禁じ得ず栄えある我が祖国朝鮮民主主義人民共和国をより多くの優勝の金メダルよりまぶしい愛国の金カップで支える燃えるような決意を固めました。第1回全国人事部門活動家会議が平壌で行われました。今回の会議は新時代の五大党建設路線の正しさと生命力をはっきり立証し全党強化の新たな前世紀が開かれる時代の要請に即して前進と発展を加速化させる科学的で効率的な人事活動へと方向転換するための実際の対策を講じるのが目的です。会議では目下人事部門で収められた成果と経験変更と不欠化その原因を深く分析し総括したのを踏まえて党の人事革命方針の実行を改進するための実践的な問題が真摯に協議されました。朝鮮労働党中央委員会の各職
党中央委員会の関係部署の人、同志軍の党委員会と、それと同等の機能を持つ党委員会と、各省中央機関、武力機関の責任幹部と人事活動家、工場企業の人事関係者が参加しました。大会は宣言され、朝鮮民主主義人民共和国の国歌が奏でられました。朝鮮労働党総書記が第1回全国人事部門活動家会議の参加者に送る書簡が読み上げられました。会議では基調報告について発言がありました。敬愛する金正恩総書記に送る誓いの文が採択されました。会議について第1回全国人事部門活動家会議の参加者のための講習が行われました。朝鮮労働党と共和国政府の人民的施策によって無病長寿者が増え続けています。敬愛する金正恩総書記は100歳の誕生日を迎えるウンサン郡ソンサン労働者区の第72居住人民班に住むリー・ソンニョさん、女性リー・ソンニョさんに誕生日祝いのプレゼントを贈りました。朝鮮労働党ウンサン郡委員会の活動家と村人たちがリーさん一家を祝ってあげました。平安市緑豆区域祖新野菜農場で昨年に次いで今年も新規売りがありました。農場の所在地と第四作業班の村に幕を並んだモダンな住宅は、自分が望むものなら全て現実に花咲かせる母なる党によってもたらされた幸福の住処です。すっかり様変わりした農村に喜びの歌声が響き渡り、楽しい踊りの輪が広がる中、活動家たちが入居者を祝ってあげました。第18回全国機械設計祭典が閉幕しました。閉幕式が科学技術殿堂で行われました。安全軍機械工業省関係者、勤労者が参加した閉幕式で、国家科学院操縦機械研究所、現代化研究所、キムチェク工業総合大学など模範的なところに優勝旗と優勝カップなどが授けられました。また優秀な提案を出した最大参加者に賞書が授けられ、表彰がありました。閉幕式で発言者たちは、参加者皆が先端機械設備をより多く開発して、第8回党大会と党中央委員会総会の決定実行のための今日の大進軍を力強く牽引することを表彰しました。国際競馬の日にちなみ、秋の高齢者及び愛好家のスポーツ競技2024が9月27日から30日まで平安体育館で行われました。300人以上の高齢者とスポーツ愛好家が参加した今回の競技では、高齢者卓球、高齢者及び愛好家のバドミントンの試合が行われました。競技で好成績を取った選手にメダルと賞状が授けられました。共和国の高齢者が国際敬老の日を楽しみました。平壌をはじめ各地で高齢者のための祝賀公演とスポーツ及びコミックスポーツ競技が行われ、食堂と厚生施設でスペシャルサービスを提供しました。市内の参戦老兵功績者など高齢者が平壌大劇場で歌劇永遠の勝利者を鑑賞しました。党と国家の計らいで平壌滞在の日々を送っている水泳地域の年寄りが公演を鑑賞と、多彩なスポーツ及びコミックスポーツ競技で楽しい時間を送りました。市内の各所で高齢者が活気に満ちてテニス・バドミントン試合を行いました。有名レストランの奥旅館とチョン旅館などの食堂では高齢者にスペシャルサービスを提供しました。各地の高齢者も多彩な催しでこの日を楽しく過ごしました。以上でこの時間のニュースを終わります。担当は大井マスクでした。こちらは朝鮮の声放送です。共和国のスポーツの英雄たち、その名は女の力持ちリーソン氏。リーソン一家は朝鮮のスポーツ選手と人民の間で女の力持ちと呼ばれています。
労働者の家庭に生まれたリ・ソンジさんは、幼い時からスポーツに人一倍趣味を持っていました。その才能を大事にして、国では1982年、1993年リーさんを専門スポーツ団に呼びました。訓練に励んで国内競技と国際競技で頭角を現したリーさんは、国と人民の信頼を胸に第12回アジア女子ウェイトリフティング選手権大会に参加して優勝しました。その後、第13回アジア女子ウェイトリフティング選手権大会に参加して、ジャークで世界記録を塗り替え、スナッチとジャーク、トータルともに優勝しました。各国の記者が優勝の秘訣について聞いたとき、リーさんは、私たちの偉大なキム・ジョギル国防委員長がそばにいると思っていたので、131.5kg を持ち上げ、世界記録を塗り替えることができたと堂々と言いました。その後、リーさんは第14回アジア競技大会と第15回世界女子ウエイトリフティング選手権大会でも次々と世界記録を塗り替え、共和国公民の最高の栄誉である朝鮮民主主義人民共和国労働英雄の称号を受けました。共和国のスポーツの英雄リー・ソンヒさんをご紹介しました。朝鮮労働党の鉄則。人民の便益と利益を最優先で対峙するのは、朝鮮労働党が一貫して堅持している鉄則です。1904年、2007年2月、敬愛する金正恩総書記は建設中のミレ科学者通りを訪れました。社会科学院の研究者であるチュー・グァンギルさんの話です。군화를통의하는청주사동지께서는몸소비행기를타시고군설장을보관하시며공사와관련한가르この日金正恩総書記は飛行機に乗って建設現場を見下ろしながら、工事をどう進めるべきか教えてから直に建設現場を訪れました。総書記はこの通りはあくまでも住宅地区なので、電撃サービス施設と図書館をはじめ文化機関を配置するべきだ。科学者には出勤するときや帰るときに衣服や履物を修繕できるサービス施設が必要だと教えました。総書記は朝鮮労働党第7回大会で人民を尊重し、人民の運命を守り、人民の利益と便宜を最優先絶対視するのを鉄則とするべきだと言いました。この地に建てられる建築物には人民の利益を最優先絶対視する朝鮮労働党の鉄則が具現されています。朝鮮労働党の鉄則、広大氏と話しました。